調査に立ち上がったのは、こんにちは、有吉直樹です。今回はキャラクターカフェ特集ということで、早は昼なんですけど、調査に立ったのは大きな豊洲線ジーバー定期。そんなここでは第6世のキャラクターカフェといえば、今年3月のオープン以来連日大盛況のピーター・ラビットカフェ。ウサギのピーター・ラビットと猫やアヒルなど愛らしい動物たちの日常を描いた絵本は全世界で1億5000万部以上発行され、100年以上愛され続けている名作です。ピーター・ラビットのふるさとイギリスの湖水地方をイメージした店内は緑があふれ、連日女性客でいっぱい。その秘密というべきサービスが、有岡君が意外とハマっているうちにおすすめメニューが到着。リビーのポテチパイでございます。おかわいい。ちょこんとピーターがここにも。こちらピーターの誕生したイギリスの湖水地方の料理です。湖水地方って言われにはちょっとマグマっぽいですね。でもいきなりピーター君を食べちゃう有岡君。ミートソースとホワイトソース、そしてこのチーズとちっちゃいピーターラビットが、なんかね、甘さとすげえ合う。うわ、うまかった。ちょっと一口食べるんじゃなかったピーターラビット。一口で試してやってもらえますか。チーズの甘みとミートソースが合わさって、いやー、あっぱれです。ちなみにピーターラビットとパイには衝撃のエピソードが、実はピーターラビットのお父さんもパイにされちゃったんです。ピーターのお父さんだ。ピーターのお父さんもパイになったんですか。パイになりました。レモン果汁を使ったドレッシングで爽やかに仕上げたサラダ、そのお味は、やっぱりレモンの香りが口の中に、このレタスがすごいなんかいい感じのシャキシャキ感ですね。しなしなとシャキシャキの間のシャキシャキって。両立してるよ。これはデトロイトから出てきたスターだよ。それエミネムやないかい。ドライアイスより冷たい空気はさておき、こちらのサラダはセットメニューでいただけます。お待たせいたしました。喫茶ポアロナポリタンでございます。おっしゃー、おっしゃー、おっしゃー、カフェでポアロ探偵事務所の下にあるポアロです。喫茶店の、はい、あ、最後に来てるの。じゃあせっかくなんでコナンになりきって食べましょうかね。食べましょうか。ということで、痛みの子供、味覚の子供、女のメンターってダナン、メンターってダナン、メンターってダナンにしました。メンターってが言えなかったことを、天の子供しようがないので試食です。喋れなくなるでしょ。入れすぎたから。セコッのね、すごいですね。昔ながらの喫茶店のナポリタンって感じ。この粉チーズが、まあ、やっぱりいいですね。聞いてます。定番ってます。いいアクセント。いや、本当にもう。すごい。はい、やってくれた、優しい。スイーツで一番人気なのが、こちら、サクサク食感のレモンパイ。実はこれファンならご存知、新一の大好物。フレッシュバターをたっぷり練り込んだパイ生地にレモンピールを挟んだ手作りのレモンパイ。さあ、おすべり探偵ダナン、そのお味は。パナフリーズレモンの酸味がいい味がしますね。パイ生地もね、層の中に入ってるわずかな隙間が口の中でいいエアー感を出します。ラメちゃん。続いては、
キャラクターカフェがあるのは東京多摩市のサンリオピューロランドも。甘さ控えめで小ぶりの可愛い大福。さあ有岡君、ラストチャンス。お願いします。なるほど、食べていいかな。うん、私有岡君と共に生きていくわ。片付けない。どうする？辛いよ、大体。辛い。ほんのり一応の味。マイメロディードリームカフェは8月31日まで。皆さんも訪れてみては。辻元は有岡くんの24歳の誕生日。24歳ということでですね、これからまあかっこいい男になれるように、一皮、いや、あのささくれから抜いていけたらいいなと思ってます。うまい。